福岡の街中に猿です。すごいな。道路の真ん中歩いてますよ。行っちゃった。横断歩道を渡り、飲食店が連なる路地を縦横無尽に駆け回る一匹の猿。九州最大の歓楽街である中洲やその周辺で次々とその姿が捉えられました。猿の目撃情報は福岡の都心で早朝から相次いでいます。 JR 博多駅の前を移動したり、都市高速道路の側壁の上を走ったり、警察への通報は東区や博多区、それに中央区でこれまでに30件以上寄せられています。この駐車場の真ん中で毛づくろをした後歩き出したんですよ。中央区七つで撮影された動画には駐車場をゆっくり歩く姿も。普通にもうゆったりゆったり歩いて、別に何に怖がるわけでもなくですね、そんな感じです。午後になって猿が逃げ込んだのは天神にあるアクロス福岡。器用に動き回る猿を追いかけ、警察官も網を持って構えていました。猿がうろうろしています。行き場を失っているようです。捕獲までもう少しというところで見失ってしまいました。今のところ怪我人の情報は確認されていませんが、警察や福岡市は猿を見かけても近づいたり餌を与えたりしないよう注意を呼びかけています。